こんにちは。今日は、ポップン11です。頑張っていきたいと思います。これも、じゃあ、フルコンしてないやつの、まあ、フルコン目をやっていこうかなって感じです。はい、で、実は、これシークレット1回目解禁してるときに、あとちょっとで全解禁だっていうときに、データが破損して、最初からやり直しになっちゃったんですよね。でも、1ヶ月以上かかったかな。それもあったから、解禁するのに。PS2 のタイトルの中で、何気に一番大変でした。そういう、こともあったらデータ破損というとこもあったんこともあったんで、一番解禁に時間がかかりましたね。じゃあどうしよっかな。とりあえず、まあ、あれか、なんだっけ、フルコンを目指すということで、この辺からやっていこうかな。あ、ちょっと待ってください。そうだ。ちょっとキャラを決めましょうか。キャラを決めてなかった。ミミちゃんのままだった。ミミちゃんでもいいんですけど。あ、オフィリアがいいかな。可愛いですよね。これか。Are you ready? わっ。頑張る。集中します。あ、怖い。すいません。あ、びっくりした。あ、怖い。あっ、頼むぜ。あ、疲れた。でも個人的に11は結構好きですね。あ、あ、あ、最後怖かったー。ちょっとグッと出すぎましたけど、とりあえず振り込んできたんで、よかったです。よく。可愛い曲ですね。レトロコンポっていうのは結構、あんまり曲数ないし、今のアーケードには収録されてないかな。削除されちゃったのかな。でも、なんか可愛い曲多いですよね。多いっていうか3曲ぐらいしか知らないけど。あとフルコンは、もうちょっと下の方から上がって、この辺もちょっと、これはでも、データ、破損する前は、パフェってた記憶があるんだけど。
皆さん、スーダララッタ、スーダララッタ、シンガーラー。俺、一個一杯のつもりで飲んで、いつのもんやろ、緊張する。できればパフェ行きたいけど、ブッと出ちゃった。まあいいや、ブルコンしよう。びっくりしたー。あ、よかった。フルコンできたからまだいいや。ニューレコードも出たし、はい。よくはぁ、ね、あ、これなんだ、これは、JTEC の、この辺は、あれですよね、イロハにも入ってますよね。テクノボ、ポジャンとか。イスタンか、これの辺、この辺もやってみましょうか。あ、間違えた。ちょっと。Are you ready? 11話、あの、ハイスピードの、あれは、逆送りなのは、あれだった。忘れてた。Here we go! Are you ready? ああ、これやってないのか。あ、前はやったけど、データ破損してからはやってないんだな、多分。私、あの、ワールドシークエンス好きなんで、こういうなんか民族系っていうんですか、猫又さんとかワールドシークエンスさんがすごい好きですね。ああ、ちょっと待ってくださいね。では一応やっちゃいます。バッと出ちゃったけど、一回もクリアしてない、クリアマークすらついてなかったからし、やっちゃおう。申し訳ない。はあ、もうバット1個出た時点でもうちょっとやる気が、あの、半減してますよね、こういうの。半減しますよね、こういうの。よく。まあでも、クリアしなかったからクリアマークついただけいいかな。あとは、これも確かイロハに入ってたな。ちょっと待って、まあ、でもやってないのまだ多いんですよね。私これ11、ほんと最近買ったばっかりっていうか、
一番最後に買ったって、一番後に買ったっていうのかなんていうのかな。PS2 のタイトルは全部持ってるんですけど、その中でも一番最後に買ったやつなんで、モンゴル、フルコンできるかな。ちょっとこれ頑張ってみよう。これ足、5で大丈夫かな。Are you ready? 熱い。はあ、頑張れ。グッド2回しか出なかった。これは、あ、でも嬉しいな。振り込んできたぞ。よく、はあ、よし、よかったよかった。増えた増えた、振り込みマーク増えたぞ。これ、これもイロハでやってたけど、いや、イロハに収録されてたけど、まあいいや。まあ人気のある曲ですから。私も好きだし。頑張ってフルコンしよう。あ！もういきなりグッと出ちゃったよ。したいよ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。フルコンしたいよって言った瞬間にバッとか出ましたね。ちょっともう一回やります。申し訳ないです。はい、頑張って頑張って。あ、なんでさっきと同じ場所だな。猫又さんの曲ってなんか
微妙なズレが、微ズレが多いですよね。だから難しいんだよな、かけるのが。ここだったっけさっき。あ、よかったよかった。あんま喋らない方がいいな、ほんとに。さあ、空打ちか。よかった。あべ、怖い怖い。待って。グッと一回だ。よかったよかった。これはパフェリタイぞ。パフェリタイ。無理じゃないかもしんないけど、ちょっとなんか、調子いい時じゃないと、かなり調子いい時じゃないと無理そうかな。お、でも埋まりましたよ。このなんか、色がこう、埋まるのがいいですね。あ、そうだそうだ。そう、これ、11は、このマークが、クリア済み。で、このマークが、なんだっけ、フルコーン。で、この、ちょんちょんちょんって周りにいっぱいついてるのが、パフェマークです。あ、そうだ。じゃあちょっとこの辺で切りたいと思います。ありがとうございました。